はい、どうもありがとうございます。じゃあ、いきます。ちょっと儀式の鍵を使う場所を探してます。当たりはついてます、正直。ただ場所をちょっと忘れました。多分あそこじゃないかなという。なんとなくの当たりはついてますよ。怪しい、ここ。鍵穴なんてなかったしな。超儀式じゃない？ここ。この儀式感。儀式の鍵を。どれや、儀式の鍵。あれ？どれや？ない。アイテムとして使うもんじゃないってことか。魔像で儀式を。怖い。違うな。違いますね。あと行ってないところどこやろう。てないところどこや。あ、さっきの亀裂ってもしかして中庭の亀裂かな？中庭の亀裂から外が見えてて犬がおったってことか。ということは中庭に行けってことか。そういう今のは示唆やったのかもしれない。ということは1階から。1階から、ちょっと中には1階行ってみますね。あと儀式をしそうな部屋どこかね。あったかな、そんな部屋。儀式をする部屋。ここ行ってみよう。檻の鍵でもしかして開くかもしれへんから。檻の鍵ちゃうわ。巣箱の鍵で開くかもしれへんから、ここ。開けてあげよう。おい。もうジェニファーを見ていない。これでちょっと、ダメ。ダメ。ダメー。魔人像もダメーと。関係なし。この隙間から見えてたんじゃないかなと思って、さっき。そういうことなのかなと思ったんですけどね。わからん。行く場所がわからん。
現状では儀式の鍵と魔像というのが多分キーアイテムっぽいんですけど、両方ともどこで使ったらいいかがちょっと現状不明です。まあ一つ一つまた調べていきます。久しぶりに東館に戻ってきましたよ。それっぽいところがあったらそこでやるしかないよね。そこかな、壁の奥のあの部屋が儀式のところなんかな。あ、絶対そうや。いやー絶対そうや。なぜそんなことに気づいていなかったんだろうか。だってあれ鍵というか閉まってましたもんね。そうや、ごめんなさいごめんなさい、ちょっと思い出した。絶対そうやと思う、自信がある。なぜかというと、会議の扉がガチャガチャっていうのが出てなかったから、そのアクションとして出てなかったから、イコールアイテムじゃないんやわ。よし、いけるいける。多分あれや、あの部屋やとしか考えられへんけどな。違うかな。いい線いってると思うけどな。あれどこやったっけ、あれどこでしたっけ。1階の、あ、1階じゃないか、2階の一番端っこか。よし、行ってみよう。1階の一番端っこがピアノの部屋やから、多分この一番端っこぐらいじゃないかな。走れるね、赤の体力のくせにガンガンいけるね。おい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 、全然いけますわ。ちょっと待って、一回確認させて、ここの可能性もある。あまり地理をちょっとね、完璧に覚えてないので、ここじゃない。多分この端っこやと思うんですけどね。頑張って。ここ。ここ。頼むぞ。当ててくれよ。でもここしかないもんな。ここしかないと思うんやけど。はい、2段階右折できっちり入って左折ですけどね、厳密に言うと。卒業式と全く一緒の歩き方で歩いて、ここじゃないかな。ここ開け、頼む。ダメー。違うの。魔像。鍵。違うのか。絶対ここやと思った。ランタン。マジっすか。違うか。魔像。鍵。
やだ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 。なんとかならんかね、これ。ふくふく。ダメかー、違うかー。じゃあ地道に調べますか。どこかね。あそこでもないでしょ。あれか、魔術書があったところか。何？魔像がどったらこったらって書いてた、ろうそくが立ってた部屋、あそこかな。あそこかもしれんな。可能性ありますね。可能性を潰していくしかないね。ろうそくがあった部屋は多分東館やったと思うから、東館行こうか。あれはどこやったかいね。こっちか。あ、違う違う違う。こっちかこっちか。ここか。え、違う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 。違う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 。この銀の鍵で入ったところ。ここかな。ここやったかな。あ、ここここ。ここ怪しいよね。時を固着させる。時計塔の大時計を停止させる。でも、もういかにも儀式の部屋やんか、これ。魔像、魔像。謎を。どないしたらいいのか。違うか。棚を移動させろっつうの。違うか。詰まったな。マジか、あと行ってないところ。もうないぞ。とりあえず行ってないところはもうないと思うんですけど。なんかしら新しいフラグが立ってるとしか考えられへんからな。ちょっとまたしらみつぶしに行きたいと思います。
なんかやり残してることがあるんでしょうね、多分ね。なんかやり逃してることがあるんですわ、きっと。これか？こんなとこ調べたっけ？あ、小さな香水の瓶が置いてある。この香水、メアリー先生のと同じだわ。香水を手に入れた。メアリー先生と同じ？メアリー先生と同じ？え？さっき絵見た時も誰かに似てるって言っとったからな。もしかしてメアリー先生ってブルなんじゃないの？ありえるなぁ。ありえるよ、これ。メアリー先生ブル、ブル説ありえるな、これ。メアリー先生、メアリー先生ブルか。香水手に入れたっつってもなぁ、使わんでしょ、香水なんか。香水使えんのかな、どうやって使うのかな。香水どれ、これか。関係なさそう。まだ使い時ではなさそうですね。順番に調べるか。怪しいのは絶対あそこやねんけどな。怪しいのは2箇所。怪しいのは2箇所。壁画のあの部屋。あ？これは？なんかあるか？壁に深い亀裂が入っている。今にも崩れそうだ。ここか。なんか崩す方法はないのかね。尖った石か、これまで。木やコンクリートの瓦礫が積んである。尖った石で、ここをしばく。おーおーおー、いった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 。よっしゃ。いけた。あ、ここに繋がってたんや、やっぱ。だから何って感じだな。あ、でも逆に言うとこの方法で亀裂に対してアクセスできるってことか。そういうことを教えてくれたのか。どこやったっけ、亀裂があったんて。亀裂に対しては意思で壊せるってことを言ってくれたんじゃない？ということはですよ、亀裂あったよな。あったよな。光ってるものが見えてる亀裂ありましたよね。あそこか。光明が見えたぞ。そういうことか。棚がいっぱい並んでるとこ。
あれ？あれ？こんなとこ来てない。来た。これやん、儀式、儀式やん。完全に儀式のところやん、これ。おーおー、来た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 、偶然来た。まだ来れてなかったか。あ、そうか、鍵がかかってたんや、これ。聖月の壺、そこの方に穴が開いてるのが見える。お、怪しいね。何から何まで怪しいな。何や、この部屋。よく見ると床に四角の溝がついている。星の下のゆりかご、聞いたことあるよ。この下に何かがあるんだわ。この下にゆりかごがあんねや。そこから見とんねん。だからこの下におんねや、なんかが。鉄製の円盤、ズルズルの切れ込みが入っている。あ、マジンやね。マジンセットするのね。わかりました、わかりました。待って、調べてから。次の記号や文字が書かれている。時を固着させる、どういう意味ですか。怖っ。これは何、何、カラスの死体。すべて首を切断されている。えぐいね。気味の悪い絵が描かれている。これ向こう側のカーテンからバッと開いて、あいつ来らへんやろな。行くよ。これを、オン！マジンオン！つけた。マジンオン！あれ、無理か。ここにマジンオン。できへん。違うのか。円盤のところに、十字の円盤、あれ？あれ？こうじゃなく、これを、やってよ。あ、いけたかな？ん？ちょっと待ってください。いけると思うんやけど。ここ、ここ。おっしゃおっしゃ、十字の溝がぴったりとはまった。何の音？開いた、開いた。なんか遥か下まで続いてる。はしごで降りられそうだ。行くでしょ、ね、行くでしょ、もちろん行くでしょ。開いた。え、どうすんのよ。えらいとこ来たな。挿入道的な。あ、誰？メアリー先生ちゃう、メアリー先生。ワンさんが寝てる、ワンさんが寝てる。ワンさん、ワンさんが寝てるよ。え、何かいる。いや、犬、犬、犬はおるけど、犬のうなり声のようだ。え、まさか行ったらあかんのか。何かいる。ボーイのなんかあのマリオネットの最初の音みたいなのした。ちょっと、どうすんねろ。肉、肉ないしな。あー、そうか、そうか、わかった、わかった。わかった、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 ちょっとやってみよう。わかりました、わかりました。降りて。あいつや、あいつ。あいつの真似すればいいんですよ、多分。ということで、服や。ここや。黒のローブを。黒魔道士御用達の黒のローブを身につける。どう？
もうちょっと進んでからかな。犬にアピールしてからかな。ここで。これを切る。切る。できそうやないな。なんかカーソル合ってるんですけどね。こうか。ああ、できた。よし。なんかまだでも、まだ見とんな。ないか。これだけで犬をごまかせるかしら。考えろ、これだけでごまかせるかみたいなこと言いよったってことは、さらに偽装する必要があるってことか。服切れたから合ってんのは絶対合ってるはずですけどね。アイテム何があったっけ。ランタン鍵、あれなんかあったっけな。アイテム、あ、オッケー、わかった。さすがの無能の僕でもさすがにわかりますよ。よし。服着て香水やね、香水を振る。はい、この犬の目の前でやってますけど、これでからの香水を、ジェニファーのよく吸っている匂い、メアリーの香水の匂いがする。ほら、いった、ゴー、あいつメアリーやったんや。すぐ脱いだ。犬全然気づいてへん。デクノボやな、あいつ。メアリー先生やったんや、ほら。あいつ、うわ、倒れてる。ロッテ、千葉ロッテ。あ、生きてる。ロッテ生きてるのね。あの先生どこ行ったんやろ。ああ、ジェニファー、時計塔へスイッチを。何言ってんねん、いきなりダサいジーパン履いても。ロッテ一人にしないで。行くの？すごいベッドで寝とるね。いや、また犬おるで。アイテムないっす。知らんで。どっか行けるようになってんのかな。あ、行けるやん。よし。これ迷子やな。どうしよう。行っていいのか、あかんのか。怖いわ。何これ。エレベーター。そんな文面動いてないみたい。なんかさっきのところで動力を。なんかごちゃごちゃっていじくってくるんでしょ。この向こうになんかスイッチがあったんじゃ。ほーら、バレバレや。もうディズニーランドみたいなことになったるわこれ。あれ、ちょっとどうしてこんなところに机が、缶が置かれている。中は灯油。ほう、これは何やった？缶が置かれている。中は灯油。エレベーターの動力がね、必要なんですわ。
ここすごいとこ来たな。なんか明るいね。えらいとこ来たで、これ。大丈夫？うわ、もう絶対開けたらあかんやん。絶対調べたらあかんやん、このとも。いや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 。静かに歩きなさい、静かに。いや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 。いや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 。絶対やから、開けなあかんか、これ。違う違う、ちょっと待って、おっと、ストップ。行ったらあかん、行ったらあかんって。音が止まった。うわー、でっかい赤ちゃん、でっかい赤ちゃん。スターウォーズで見たぞ、こいつ。うわ、来た。どうすんの。ちょっと。うわ、行き止まりやん。うわうわ、すげえ、忍者や。早く逃げてよ。あれ、なんか、おわー。ちょっと、どうした。よっしゃ、どうしたの。いやいや、勘が怒られてるじゃなくて。いやいや、どうしたの。エレベーター動いたってことかな。ちょっと、エレベーター動いたんかな。いや。どうしたの。子供が生まれた。なんか生まれた。まだ終わってないぞ。頑張れ。時を固着させる。早く。動いた。よし。なんで動いたかわからんけど。乗りましたと。これで。いやいや、そんなん言われても、1、3があるから3でしょ。時計塔行かなあかんからね。一番多分高い位置にあるんじゃないのかな。これ、この状況、入ってきよったら終わりやなと思っ、ほら、もうやがった。いやー、嫌な予感したな。今3選んだとき、嫌な予感しましたよ。確かに嫌な予感した。くっそー、腹立つな。メモリーカードにセーブできました。え？どういうこと？え？どういうこと？メモリーカードにセーブできました。どういうこと？3は選んだらあかんのね。2、なんかセーブされてもた。あれバッドエンディングやったんかな、もしかして。
可能性ありますね。一つバッドエンディングみたいなの出しちゃったっていう可能性があるのか。でも2が正解っぽい。わっ、びっくりした。メアリー先生、よかったわジェニファー。メアリー先生、無事だったのね。先生、あ、いたー。なぜ、こわ。いや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 、エンディングを上書きしますか。する、とりあえずするけども、ちょっと待って、もう一回、もう一回やらせて、もう一回やらせて、なんなん、ちょっと待ってよ。2回もダメ、じゃあ1回。いや、もう選択肢が全然ないけど大丈夫これ。選択肢が全くないんですけど。うわうわ、こっからやんか。メアリー先生、よかったわジェニファー、無事だったの。いや、回避できないです、回避できないです、これ。いやー、なんとなくこいつが怪しいことは分かってたけど、うん、みたいな。せいきった顔されるやん。グッドエンディング出すために多分、まあ、やらないとダメなことがあるんでしょうな、多分多分。ちょっと一回エンディングリストみたいなの見てみましょうか。じゃあね、これね、エンディングデータをロードしました。D と E、 D と E エンディング出てる。ほうほうほう、そうですか。なんか、なんか嫌な終わり方ですねこれ。なんやろこの感じ。なんか釈然としないんですけど、クロックタワー。はい、まあ今日のところは終わっとこうかな。今日のところは終わっときましょうかね。ちょっとグッドエンディングというものを、まあこれ初見。僕これ初見です。初見なので、まあとりあえずクリアって言えるんかわかんないですけど、まあエンディングは出しました。エンディングは出しました。でもクリアしたとはほど遠いんで、ちょっとまたやりたいと思います。はい。で、その時はグッドエンディングを目指す回という感じしたいと思います。ちょっと中途半端でしたけど、クロックタワー。はい、こんな感じで第1部終了したいと思います。皆さん視聴ありがとうございました。面白かったです。